人が生まれ変わったら何になるのかということですか。ですね、人間にはですね、前世があるので、もちろん生まれ変わりもあります。何になるかは日頃の行い次第で決まるものなんです。悪いことばかりして人々を困らせていることばかりすれば亀になります。世のため、人のために善意を尽くしている人はクジラ、またはサメになります。それか仕事をせずブラブラしてる人とかはキリンですね、キリン。もちろんですね、個人差はあります。あなたは生まれ変わったら何になりたいんですか。はい、神様仏様になりたい。はい、方法はありますよ。ただし条件があります。それはですね、いいですか、言っていいですか。それは大仏マスクをアマゾンで買って頭からかぶればなれます。